ごめんよお兄ちゃん。そもそもね、待てよ。どうした？はい、じゃあ、沢村さんこんにちは。はい、本日皆さん僕一人スタートということで本日は人ドッキリをします。いや待てよ、本日はドッキリではありませんよ。本日はただの嫌がらせでございます。ってことで、私の契約投稿直前に編集データが消えてたら兄はどうするのか。そうですよ、本日はこの僕が、兄が汗水を流しながら作った大事な動画を僕がポチッ消しちゃいます。これは僕にとってもデメリットしかない企画なんですけど、だがいい、兄の困った反応を見れればそれでいいんですよ。じゃじゃーん、パソコンでございます。 MNA の宝ですよ。この中にはですね、数億万円の単位の資産が眠ってるわけなんですよ。まあ僕らのチャンネルのことなんですけど、多分数億円ぐらいの資産はあるよね。45万人もいるので。はい、早速消していこうと思います。はい、皆さんこちらですよ。本日投稿予定だった動画でございます。うまくできたわ。わあ、まだ何それ、おいしそう。チーズケーキよ。兄がね、ちょっと読みてよ、これはママ友達。約4時間、いや5時間をかけて作った動画でございます。えらい、でもおいしそうなんだもん。ちょっとでいいからちょうだい。あー、もう分かったよ。一口だけ。まあ皆さんには見せますね。この動画は投稿されませんので。やべえ、止まんねえ。ママもう一口。やべえ、次にも来るんだからなくなっちゃうでしょ。でもどうするみんな来るから、おとなしくしてて。食べたいか。まあ見てると悲しくなっちゃうので、もう消しちゃいましょうか。いきますよ、ゴミ箱に行っちゃいますよ。ごめんよお兄ちゃん。これを押せばもう動画のデータは消えます。いきますよ、ごめんよお兄ちゃん。あー、消えちゃった。最悪ですね、消えちゃいました。兄が帰ってきたら僕は兄にこう言います。エブレ、編集データ見せてよ。投稿前に最終確認を一緒にしようよと言います。兄が僕に本日作ったショート動画の編集データを見せるわけじゃないですか。しかしファイルに編集データがないんですよ。その時の兄の反応を楽しんでいきましょう。エブレお帰り。遅かったな。コンビニ行ってきただけです。編集終わったの？お前そんなのびのびしてる。編集が終わって。終わったの編集？あ、またあげるの早いじゃん。当たり前だろお前、やればできるじゃん。だろ、いつも通りっすよ先輩。どうだった出来は？いい感じ。ちょっと見せてよ俺にも。あれさ、役的に初めてじゃね？俺が二役でお前手だけしか映ってないやつ。俺映ってないだろ。違う、パパどうしても入れられなかったんだよね。役的にママと子供だから。え、一回見せて。口に入れるときこうやってやったじゃん。いや、それの出来俺楽しみだ。結構難しい撮影だったから。これはマジで自信作です。伸びる？これ絶対伸びるでしょ。どう見ても伸びるだろうなこれ。いや俺これ出演してないからさ。お前チーズケーキだよ。いや出演してないじゃん。お前がお前監督やっとだ。いや俺が出演してるやつは1000万くらい見られるけど。そういうことだな。やっぱ俺が出演してないんで、まあ言って600万かな。すごい上げてくれるな。そもそもね、待てよ。どうした？はいはいはい、はい、え、どうしたのお前。最終確認しようよ。あと1時間で投稿だよ。え、入れくじってんの？どうした？よっき、なすよ。よく、なすよ。あら、よく、なすよ。これバレてることはバレてる。ない、マジで。どこに入れたの？いつものファイル。ここのファイルにないの？いつもこのファイルだよ。え、どういうことマジ？は？マジで1時間しかないんだけど。いや、あるだろ。いや、マジでないんだけど。お前だろ？お前だろ？いや、知らねえよ俺。まだ動画も見たことねえよお前。お前、わけねえだろ。おい、バカよ、バカに。え、嘘だろお前。いや、このパソコン調子悪いとか言ってた。いや、待て待て、本当にないんだけど。本当にどうしよう。あるだろ。ちゃんと探せよお前、バカ。マジでないんだけど。何？おい、エムレ。おい、どうすんだよお前。マジでないんだけど。
おいお前ふざけんな。マジでないです。そういうものとしてない。え待って、マジマジ、え、お前ない、お前なんかあれとか入れてない、え、お前送ってなんだっけ、送ったよな、送ったって、送ったよな、お前に送ったよ、あ、あるよ、うん、ちょっと俺お前に送ったよな。いやでも音しかない俺も、え、編集前の動画俺持ってる、だって俺のスマホで撮ったよ。え、あの時はもう今何、今ちょうど8時1分、あと59分でできるならやれる。できるわけねえだろ。管理しっかりしろよお前。なんで残り59分でデータが飛ぶんだよ。え、待って、最後に言うよ、お前やってねえから今すぐ57分しかないけど、あと57分で思いっきり編集する。ねえ、9時には間に合わないけど10時半ぐらいにあげよう。ちょっと遅いけど始めろ早く。じゃあマジ言ってんだ、今日は12時投稿でいいから早く始めろ。みんな寝てるって、朝学校だぞお前、ふざけんなよお前、やべえんだけどマジ。あお前、後編集しろ、後編集しろ、後編、お前緊急治療室お前早く開けろ、お前早くしろ。エムレチーズケーキ、落ち着けお前。ママ友かなんか俺のスマホにデータが映ってたんだけど。はい、ケーキ、どうぞ。突然に編集データが消えたら兄はどうするのかでした。僕がパソコンのデータを消し自分のスマホに送りました。皆さんもまだ見ています。これは皆さんへのドッキリでもあります。皆さんもデータがぶっ飛んでると思っていました。しかしデータは俺が持っているので。お前の頭が一番ぶっ飛んでるよ。はい、ということでさ、これは切れたので、このお店でどうぞお客さんよろしくお願いします。待って待って、お前一回お前そんな簡単にお前終わらせるわけねえな。ふざけるな、お前どんだけ焦ったか知ってんのかお前。おい、このままの綺麗な顔見ろよお前。あー、まあ綺麗だな。僕が綺麗やろ、見てた。あ、はい、ってことでございます。これは聞いてたら小山口チャンネル登録のお客さんよろしくお願いします。皆さん本日もご視聴ありがとうございました。本当にエブリーズやん、またご視聴ねお願いします。じゃあね、やべえ、何言っていいか分かんなくなった、嬉しすぎてやべ、うん、わーやばい、嬉しいんだけど、あと55分後にじゃあちゃんと上げる動画もあるのな。うわー、エブレ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 、あー、ゲポーよ、あー、ゲポーよ、あー、ゲーゲーゲー、あー、ゲポー、お前入ってるってだよお前、そんなとこ座るなよお前。お前データはぶっ飛んでねえけど、お前俺の意識ぶっ飛んだぞ今。バカ、ぶっ飛んまで行った。早く抜けお前、もう本当にもう。おいお前そんな簡単に、お前さ、お前座る場所考えろよお前。もうみんなにバレなくてまだよかったよ。いや合わせろよお前、恥ずかしいよお前。お兄ちゃんに賢者心持つな、お前も賢者モードだよ俺今。もういいよ、動画もお前動画でお前やんなくてよかったな。もうとりあえず片付けるから、もう編集お前投稿準備しろお前。とりあえず俺のスマホ取ってきてよ、映すからさ。え、お前まだこれみんな見てた、お前まだこれみんな、おい見てるって。さすがにね、見てるってお前、これどうすんだよ。いやお前のドッキリみたいになんかぶっ飛んで寝れたら、ぶっ飛んでない。お前ぶっ飛んだのはさっき俺だけだよお前。長いね。お前これどうすんだよ。何かしら炎上しそうじゃねえよ俺ら。お前これどうすんだよ。知らねえ、知りたくもねえ。お前これぶっ飛び炎上じゃねえ。何炎上だって。お前これぶっ飛び炎上、ブー